なんかダイアトニックと全然違う5番が出てきてるなって、これ何の関係もない、これなんだろう、それなんで、うん、ちょっとトーナリティがわからないなとか、ここになんとか7があって、ここになんとか目的地のコードがあって、これがマイナーだ、マイナーコードだとかっていう時でも、え、これドリア、エオリア、うん、フリージア、これ何、何番なの、ここトーナリティ何、この7って何なの、え、一番何みたいなことが分かりづらい時に、もうそういう時はリティアセブンスの出番です。これは随分使いやすいですよね。だからこれ二重丸ってことになりますよね。まあ書いてみますか。基礎リティア原型型だから、今やった 1,2,3,4,5,6,7,1 1,2,3,4,5,6,7,1 っていう、さっきのビデオの最後でやってたけど、それこれだったですよね。これやっぱりね、私使いやすいと思うんですよね。それなんで丸印で6弦の中指をルートで始めていく。で、6弦のルートポジションが見えればさっきのミクソリディアもまあ弾けちゃうというようなことなんですけど、ちょっとここ中指8フレットルート、要するに C7 でやってみたと思います。まず6弦から中指、小指で、5弦が人差し指、薬指、小指、4弦が人差し指、中指、小指。あのメロディックマイナーがいつでも自由自在に弾けるようになっていると、これからですね、ドミナントスケールの練習を進めていくときにものすごく有利なんです。で、一定のそのスケールを違うマイナースケールと見立てて弾くっていうことをマイナーコンバージョンって言っています。で、これはもうそのジャズギターにおいてはものすごく一般的な方法と考えられています。もちろんロックなんかでもね、例えばその C メジャーなんか、さっきのビデオでさやった見覚えのある図に見えてこない、これ D フォームのメロディックマイナーだもんね。これよく見るよね。おお、7フラット5か。そうか、7フラット5の時にはホールトーンいけるんだ。おっしゃる通りです。C7 オーギュメントになるよね。6弦4弦1弦が3箇所弾き、5弦3弦2弦が2箇所弾き、3箇所弾きは拡張人差し指中指小指。